滑川アイランド駅は千葉県勝浦市浜滑川にある東日本旅客鉄道外房線の駅である。駅周辺旧国鉄時代に商用施設の名前を付けた数少ない駅の一つである。滑川アイランドを訪れる観光客のために設置された臨時乗降場で勝浦市と鴨川市の境界に近い山間部にホームが作られている。外房線沿線の滑川アイランド付近で唯一国道128号側に開けた場所である。2001年8月に滑川アイランドは閉園したが、その後も駅は存続し、駅名は改名されず、無人駅として残されている。周囲は山に囲まれた地形であり、近くの集落までは約 1km 離れている。特急わがしよは、滑川アイランド閉園前は一部停車だったが、現在は全列車が通過し、各駅停車の普通列車のみが停車する。滑川アイランド跡地は2004年に、共立メンテナンスが取得して、高齢者定住ホームの建設を予定していたが、2018年5月にリゾートホテルに計画変更し、同年8月29日の審議会の結論で、勝浦シーサイドパークリゾートとして整備することが決定し、2020年春より着工予定である。駅待合室駅ホームから安房鴨川駅方向を望む単式ホーム一面一線を有する地上駅になっている。ホームは11両編成までに対応する。かつては駅前通路に汲み取り式トイレが設置されていたが、現在は閉鎖されているため、トイレは実質的にない。勝浦駅管理の無人駅で、簡易スイカ改札機、乗車駅証明書発行機が設置されている。当駅安房小湊駅間は、強風の影響を受けやすく、しばしば速度規制や運転中止になる。2006年度の1日平均乗車人員は19人であり、県内の JR 駅の中では最も少なかった。1990年代前半は200人超であったが、1994年に200人を割ってからは年々減少の一途をたどっている。駅名の通り実質的に、滑川アイランドの来園のための専用駅で、その閉園後は一気に利用客が減少した。千葉県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。汚染転がし2019年9月30日をもって、鴨川日東バス、市内線の一部区間が廃止となった。出店ありがとうございます。